次は赤原さんにデビューから現在までのことをお聞きしたいと思いますが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは、デビューしたきっかけから教えてもらってもよろしいでしょうか。あのきっかけがたまたま私赤原智美っていう名前ではなくて、一番初めに智美なやりさっていう名前で活動してたんですけれども、それで歌手っていう肩書きになったんですけれども、はい、そこから、スタートしてて、先生95年とかものすごく景気も良かったじゃないですか。そうですね、なのでその時にちょうどデビューしてるので、その波に乗れたっていう感じではありますね。歌謡界自体がちょうどピークを迎えつつありましたよね、歌謡版とかの「へいへいへい」とかね、そういう波をね、うまく利用できましたよね、それもやっぱりいつも言うんですけどね、運も実力のうちって言ってね、そういうのは本当に味方につけた方が、やっぱり上昇力っていうのはすごいですよね。そうですね、なんか運もすごい良かったし、その時期は、本当に全てがこううまくいってたんですけれども、そのうち環境が変わってて、それで、今に至るんですけども、スーパーアイドルまでこうデビューされてもうすぐ駆け上られてたと思うんですけれども、その時の当時のことっていうのなんか思い出に残ってることとかってありますか？当時はとにかく景気が良かった印象がもうだから全てそのなんかなんだろうな、もう食べるものからもらうものから歌番組もものすごいたくさんありましたし、今も本当に歌番組って少ないですからね。そのもらうものっていうのは我々一般人からすごく興味があるんですが、どういったものをもらうんですか？いや先生そんなそんな先生ほどではございません。やっぱりね、芸能界っていうのは一般の人の憧れの窓なんですよね、やっぱりね。そういう意味で河原さんがね、ご活躍されてる時はテレビを見ない私でも歌は聞いたことありますからね。ありがとうございます、ありがたいです。今日の収録の前にうちの女房いますけど、3日間ね、河原さんの歌をねちゃんと覚えなさいって言われてね、3日間聞かされて、最初スマホでね聞かされてね、スマホで聞いてて他のことやってたら今度はテレビの方に映すようになって、テレビで見なさい聞きなさいって言ってね、この3日間はもう河原さんの歌、河原地獄ですね、地獄ってもう耳についてますね、やっぱりね。ありがとうございます、すみません。もう随分励まされたみたいですね、うちの女房も当時に。あ、そうなんですか、同い年ぐらいですかね。1974年、あ、同じ同い年ですね。1月生まれなので、あ、7ヶ月違うんですね。あ、そうなんですね。いや、年齢が完全に同世代ですね。同世代ですね。いや、それはありがたいですね。河原地獄からやっと今日抜け出して、今は博多の豚骨ラーメンってポピュラーですけど、はい、もともとあれですよね、昭和12年ぐらいだったんですよね、福岡の久留米市、あ、はい、久留米ラーメンからスタートですね。そうですね。あの時は確か久留米市に明治通りかなんかあって屋台かなんか品そばっていう名前でね、スタートしたっていう話を聞いてるんですけど、それからずっと発見してたんですね。そうですね。食べてみて、あんまり麺自体が粉っぽくないですね、これね。あ、そうですね。つなぎに一応卵の殻とか練り込んでて、自分たちのなんですけど結構自慢の麺になってるんですけど、あんまりね、豚骨もストレート麺っていうのはね、あんまりスープに絡みすぎないっていう、ね、こともあるらしいですね。いや、本当美味しい。スープとご飯だけでも入ってそうですね。あ、これキャベツも入ってるんですね。そうですね、はい、キャベツ。ここに来た時はいつもの拝見者です。
あもう拝見者ですね。あの本当に変装とか失礼とかすぐなく普通に来られて普通にあの結構元気いただいて周りのお客さんでもあって気づかれる方結構多くて、でもあの皆さん、まあ、プライベート来られてるんであの話しかけたりする方になって 遠目でこう見て、あ、川原さんだっていう方はやっぱり多いですね。気さくな方ですからね。気さくな方ですね。びっくりしないです。これは食べ応えありますよ、このダブルは。ありますよ、そうですね。なかなかダブルは結構あります、ね。ペロッといかれるんですか。そうですね、もうあっという間に。大絶賛されました、対談の時は。もう嬉しいですよ、本当に。今日は川原智美さんと同じラーメンをいただきました。川原智美さんがあのいつも食べられているメニューがこちらのカラボンの明太子入り、あとネギのダブルとキクラゲのダブルです。あの、まあ、川原さんはいつもそのメニューなんですけども、他にもあのあっさりしたジャンガラと、まあ、こってりしたボンシャン、あとあの熊本系の豚骨ラーメンであのコボンシャンっていうラーメンもあります。